はなくそチャンネル始まるよ。はい、こんばんは。はなくそでございます。本日は、ここ魚徳漁港魚徳港か、やってまいりました。で、今まだ干潮が9時半かな、今6時半です。ね、とりあえずこう長靴履いて水の中です。ちょっと覗いてみたいなと思ってね、やってまいりました。まだね、当分引かないとは思うんですが、まあ準備したりねしたいとは思ってます。まあカニはね、今日はねまだ家にね、この前取ったのがねブクブクでね、生かしてあるんですよ。ちょっと仕事が忙しくてね、まあ湯で取る暇がなかったというかね、まあそんな感じですよね。今日もね、まあ今日はハゼを釣りたいなと思ってね来ました。ね、もうちょっと干潮になると思うんで、違うわ、ハゼだと思ったら全然違う、ハゼだと思ったらすぐね竿を持っていこうと思ったんですけど、今丸腰で歩いておりますね。またちょっとね時間を置いてからね見に来ようと思います。はい、もうね早速ね、石ガニ発見しました。ここですね。まあ網持ってればねすぐ取れるって感じですね。まあサイズはそんな大きくありません。でもねやっぱりねこういうとこね来るだけで本当ワクワクしますよね。もっと干潮になって、土干潮になってね、何かねまた違う出会いがあるとねいいかと思います。またねうろうろしてるとね、ここに石ガニいますよね。もうねすぐ取れちゃいますよね。まあ家にいるからな。あ、ここにでかいのいます、石ガニ。やっぱりちょっと取ろうかな、暇なんで。ちょっと取るようにします。あれ網持ってきたらねどっか行っちゃいましたね。まあしょうがないですよね、それはね。ああ、結構でかかったんね。でかいのはね取りたいなと思うんですよね。おお、危ねえ。ちっちゃいのはね、どうかなって感じなんですけど。あれ、どこ行っちゃったんだろうな。さっき、場所確認してから取りに行かなかったんですね。いなくなっちゃいました。はあ、まあ、しょうがない。またうろうろします。あ、いたいた。こう、ちっちゃいのはね、いるんすよ。まあ、いっぺん撮ってみますか。こう、ちょうどここにいるんで。あれ、でっかいのどこ行ったんだろうな。こういうちっちゃいのはね、いくらでも撮れるんですよね。あ、逃げられた？そんなわけねえな。逃げられたかもしれん。あ、そこで怒ってるよ。手が見えますもん。あ、そんなこと入ってないよね。入ってない。あ、どっか行っちゃった。あ、どっか行っちゃった。まあいいや。うん。どっか行ったかと思ったらね、やっぱりいましたよ、ここに。ねえ、こいつ。ちょっと撮ってみようかな。怒ってます。すぐ怒んだよ。ほい、今網の中入ってますね。まあそのまま引きずり出して、はい、取れました。とりあえず取れました。
けど、普通離さないですよね。うん。まあ、いや、離れるまでこのままにしておきます。あんまりいないんで、まあ、カニはね、とりあえず逃がそうかと思います。いないんだもんな。じゃあ、さようなら。はい。はい、無事逃げてきました。僕に食べられんでよかったような気もしんでもないですね。はい、ただいまですね、7時45分 ?8 時かな、うん、そんなもんですね。潮がね、完全に引きましたんで、ここからハゼを探していきたいと思います。まあ、いるのかいないのかね、ちょっと別としてね、やっていきたいと思います。それでですね、今回ね、ちょっとね、釣り具屋さんに、まあ、寄る時間がなかったというか、まあ、ちょっとだけやりたかったんで、磯目がね、一週間ぐらいまた行けなくなるんで、もったいないんで、本日の餌は、じゃじゃーん。カニ風味スティックですね。これでね、まあ、ハゼが釣れたらね、エビでタイを釣るようなもんだからね、やっていきたいと思います。準備します。はい、ね、出来上がりました。カニカマです。ちょっとね、これでやってみたいと思います。今ね、でかい、いるかな？ここです。あ、はここですね。あ、いた、奥。あのね、石垣のね、でかいのがいたんだけど、あ、いるけど、捕まるかな、これ。ちょっとやってみますね。あ、まあ、とりあえず、おぉ、こんなところに、あ、どっか行っちゃったな。あっち行っちゃいましたね。ここら辺になって。わかんなくなっちゃったな。僕がライト照らしてるんですね。あの辺にいますね。います。いる。どこだろう。ここです。あそこ。あれ？これ違う。あ、これ？うん、これ。あ、ここ。あ、そんな遠いところに、ちょっとの伸ばします。まだね、いますね。ちょっとね、取ってみようかなと思いますよ。ちょっと、ハサミ打ちしましょうか。今ね、視聴者さんとですね、会いまして、こう、いた。ハサミ打ちしよっか、という、あれで。こっちと、横に逃げるから、こっちと、入りました。やりました。おめでとうございます。うわ、でかっ。いいじゃないですか。僕も家にそれぐらいの飼ってますよ。ああ、でかいじゃないですか。おめでとうございます。いや、僕、家にいっぱいいますんで。はい。家にいっぱいいますんで、大丈夫です。いや、あの、カニカマ作戦やめてですね、餌を今、あの、青い染めをもらったんですけど、あれ、青い染め。僕のですね。あ、そう。あれあ、こっちです。あ、僕の、こっちだ。もうね、結構、てんやわんやで面白いですね。やっぱり一人より、はい。ちょっとね、さっき生後もね、いたんですよね、ここら辺ね。ちょっとまた眺めていきたいと思います。ターゲット発見しました。ちょうどね、今、光の真ん中ぐらいにいます。ちょっとやってみます。ここのところにちょうどいるんですよ。ハゼが。あ、くっついた。くっついてます。バクッと。ほい、釣れた。よし。まあ、ゼゲット。よし、と。まあ、
あ、型はまあ、まあまあですね。はい。いいかと思います。まあ、ちっちゃくもなく、大きくもなくですね。はい。磯目いただきました。すいません。ありがとうございます。さらに、ターゲット発見です。このね、ちょうど岩の隙間にいるんですよ。これ狙ってみますね。落ちるかな、うまいこと。岩と岩だからね。あ、来た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 。食ってる食ってる食ってる、思いっきり食ってる。いい感じで食ってますよ。飲んでくれ。針は、あ、おー、来た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 。いい方です。いい方です。はい。マーゼでーす。取れました。やりました。またまたね、ターゲットが、ここの真下にいるんですよ。ここの光の。見えますかね？ああ、こいつですね、こいつ。こいつ、ちょっと狙います。あ、岩に引っかかった。最悪。ダメじゃん。あ、取れた。さっきのはパクついてきたんだけど、今のはパクつかないですよね。いるにはいるんだけどな。やっぱ食わないやつは食わないんだよね。どこ行っちゃったかな。あー、消えてきましたね。多分岩の下に潜った。あ、まあしょうがないです。諦めます。はい。今ね、高高さんと会いまして、高高さんが、今、ライト照らしてくれてるんですよ。結構でかいハゼが2匹いて、食うかな。あ、今、目の前に落ちたんだけど、食い気がないな。お、動いたの動いたけど、逃げるような仕草してますね。いやー、絶対これ、じっとしたら食うはずなんだけどな。食わねえかな。食わねえ。あ、興味は示した。興味は示したけど、食わないっすよね。いやー、食ってくんねえかな。結構いい方が2匹いるんですよ。さっきポンポーンと釣れたんですけど、やっぱちょっと逃げそうだな。ちょっと落としを向こうのハゼに変えてみようかな。2匹いるんですよ。お、来た来た来た。食った。はい。やりました。やりました。あ、もう1匹逃げてったかな。あ、逃げてないね。まだいます。ちょっとね、これ外してすぐ釣りたいと思います。うん、高高さんも今ね、僕のアシスタントになってますからね。ちょっと待ってくださいね。よし。はい、じゃあね、さっき食わなかったやつ。今度はね、これ、カニカマもつけたんですよね。ね、青い巣だけじゃ、ま、この子。あ、いや、ダメだ。あれがいるんですよね。ちっちゃい。こう、警戒心。ほ、あ、来た来た来た。こいつ来ちゃったよ。これダブハゼじゃなくてね、この前ベラのちっちゃいのが来ちゃったんですよね。おーれ、ほれほれ。ここに、今一度。いや、もう超鬱陶しい。餌取り。こっちだよ、こっちだよ、餌取り。あれ結構でかいよ。釣れたら、
釣れたらこんなん食うんだけどな。いや、お、食った食った食ってきた。あー逃げた。あーどこだったっけ。もくえー、どこ、そこの煙の中入りましたよ。あそこに頭を向けて、頭が、どこだろう。ここ、そうです、これ、はい、あーいたいたいた。腹いっぱいなのかな今、ほんと口元に落としてるんですよ。ああ逃げたね、やっぱり。あーいかん、いかん、いかん、もったいない。針がないわけじゃない。あ、いかん、あれ。ちょっと、こいつを、たも網、あれどこ行ってたっけ、はず、あ、ここだ。ちょっと、たも網持ってくる。はい、今ね、カニのでかいのがね、たかたかさん見つけたんでね、今、俺がカニ玉をやってるんですよ。もうこれそろそろケツからいけんじゃないのこれ。ダメかな、どうでしょう、ちょっとこう。どうでしょう、こう。お、いける、絶対いけるって、絶対いけるって。夢中だもん。ほれ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 。あ、救って救って救って、救って、救って、救った。はい。はい、あ、でかいじゃん。これ持って帰ろう。はい、だけどさ、これ。でかい、でかいじゃん、でかいじゃん。これ面白いよ、これ。今ね、視聴者さんがね、いっぱい集まってきてね、もうね、楽しくてしょうがないですよ、こう。もうね、みんなね、集まってね、やっぱこういうイベントっていうのはね、みんなでやった方がいいね。うん。ね、石ガニイベントとか、ね、こう夜大人の時間に集まってですね、もうね、なんか撮れても撮れんでもどっちでもいいやって感じですよね。はい。後ろ姿というか足だけですけど、これ皆さん視聴者さんなんですよね、僕のね、見てくれてるみたいで、いやいや、これは楽しいですよね。はい、ヒグサイズ、そうですね、今視聴者さんがですね、石ガニを夢中にさせておいて網を取りに行ってますね。あ、俺の方から取らないとダメだね、多分ね。はい、そう、そうですね。ちょっとあのぐるっと変わります。いえいえ。で、はい、こんな感じですね、今。で、ゆっくり上げて夢中になったところを。あ、引っかかってる。あ、来た来た。来ました。いやー、おめでとうございまーす。面白い。じっと見てるといるんですよね。いるんですよ。夢中になってます。夢中になってます。あ、ダメだ。それ一回入れた方がいいかもしれないですね。はい。今ね、もうちょっとで潮止まりっすね。今ね、はい、はい、もうちょっとで入ります、入ります。あ、もう救えそう。救える。救った。救いました。おめでとうございます。カニ取り放題でございます。今、もうね、視聴者さんがですね、もうカニの亡者になってます。なんか今日初めてね、お見えになったみたいなんですけど、あのね、もう亡者ですよ、もう。もう多分ね、パンツの中にもね、カニ入れて帰りそうな勢いですよね。だいぶ、どうなんだろう。今、まあまあの、爪見たらまあまあのサイズだと思うんですけど、水中だったら逃げてかんと思うんだけどな。いや、俺だったらもう中に網入れちゃって、そっちに要は誘導していくみたいな。そうなんですよ、刺して。どうせカニ分かんないから。そこに、そうですね、そういう感じで待機さしといて、あとは好きなだけすくうみたいな。はい。お。網はやっぱり、つかみづらいんだよね、いや、でも、絶対来るって。
いや僕こうそういうな感じで撮りました。今ねハゼがね、まあ食いが悪いんですけどね、傷んで、入れてみたいと思います。ほらほら食え、ちょうどいいサイズのイソメなんですけどね、食うかな。ちょっとこうやって放置しとくか。どうしても我慢できんくなるかもしれないからね、ちょっとの間辛抱です。あ、食った食った食った、食ってる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 、まだ早いまだ早い。ああ入った入った。あ、まだだ、もうちょいだ、もうちょい。今ね針が見えてるんですよ。あ、来た、はい、はい、ああバレた、どこ行っちゃったんだろうどこ行ったんだろう。やっぱもうちょっとだね。どっか行っちゃったな、2匹いたの。また探します。はい、今ね落ちましたよ、ハゼ。ハゼの目の前。ただ食うのか食わんのかって言ったら微妙だな。やっぱり動かないですもんね。あ、おおお、食い始めた食い始めた。おお、食った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 。もっと飲ましたろう。 いいなこれ。家で天ぷらの元にするだけなんで、多分こう多分めっちゃ食っとると思う。もう絶対食ってます。合わせますよ合わせますよ。ほい、はい、釣れました。一人でおめでとうございます。今ですね、ここにハゼいるんですよ。ここちょうどここ見えるかな。餌食ってるんだけど、これ、あ、見えるね、がっつり。これ、食い終わったらあげます。もう食ってそう。お、あ、まだでも頭残ってますもんね。がっつり、お、消えた。お、絶対食うよこれ。あれ、どこ行ってた。あ、いたいたいた。あれ、どこ。おお、あ、根に潜られた。いやいやいや、これはチャンスかな、俺の。ちょっと行くか。ちょっと行くよ。行くよ。これ出てくるかな。ちょっと行くしかないな。ちょっと行きます。そういうことを言っとるもんで取れなくなっちゃうんだよ。男ならこう。よいしょ。これやばいね。結構深いっすね。やばいな。もう完全にアウト。ありがとうございます。今ね、取れました。全部この中水だらけ。悔しいな。これ食ってるもんね。ついてるか。あ、ついてねえ。あ、取れた。飯だけ食ったよ。あ、逃げられちゃった。ただ食いされた。はい、もう本当にバッ。こうやるんじゃなかったよこれ。全部これ今水だらけ。ありがとうございます。やらかした。で不在だったんで、このねいっぱい入れときました。多分ね見たらびっくりするんじゃないかなと思うんですけどね。で潮がね上がっていたんでね、竿もね救出しときました。それにしてもねこんなに取れちゃってね、カニパーティーですよね。ね、高高さん、はい、はい、完全にカニパーティーです。まあね、楽しかったです。ね、楽しかったですよね。とにかく、まあ、僕の方も、まあ、
5匹、ハゼ釣れましたんで、またね天ぷらにしの調理下処理ですね、していきたいと思います。ではねお疲れ様でした。高高さん、はい、お疲れ様でした、はい、じゃあアルマジキ鯉を釣りしアルマジキここにハゼがいますねあら逃げた、うん、逃げた、うん、マジでそっち行っちゃいました。もうピューって来ましたね。残念残念、めっちゃ残念。卑怯な真似するとこういうことになるってことですね。いや絶対まだいるって。はい、まだいます。これ携帯よ。じゃあね皆さんもうねえらい遊んじゃいました。終わりって言ってからもう多分ね2時間ぐらいはね、いた感じで、はい、おしまいにねしたいと思います。今度こそね、終わりたいと思います。じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これ昨日パパが夜釣ったハゼ。ハゼちゃん石川にいる。え？石川にいるじゃんここ。これこれ。はい。今いる？今？これ春子ここにいるよこれ。もう3日も4日もいるよ。うん今日調理しないと。バン！え？何を食わってくる？どう思う？どう思う？こういう石垣どう思う？ちょっと触ってみ。あ、ハサミがある。ハサミあるよ、カニだもん。いやない。どう思う？どう思うけどさ、うん、これで。うん。いけ。カニさん気持ちいいってよ。うん。食べる？ハルくんいつも食べないじゃん。なんで？なんで食べないの？え？最近食べないって一回も食べたことない。どう思う？そこらへん？じゃあまた今度食べようね。ハルくん皆さんにね、ハルくん、ハルと。皆さんにご挨拶は？バイバーイ。また見てくださいねって言わないの？見てください。なんで？だってさ、うん、カニ食べるの聞いてくるよ。そうなの？じゃあ、ハル君バイバイ。バイバイ。またね。またね。うん？